んにちは。ビットコイン値段が回復してきましたね。400万円を突破して500万600万と上がっていくんでしょうか。その中でタイムリーなニュースなんですけども、今回はですね、ツイッター社ってあるじゃないですか。ツイッターって皆さんつぶやいてますよね。そのツイッターのジャック・ドーシー CEO、まあ、最高経営責任者がツイッターのサービスにですね、ビットコインを導入したいというふうなことをまたね言ってるんですよ。以前もこんなこと言ってましたけども、今回は結構ね真面目らしいですよ。で、昨日か一昨日の話なんですけども、例のねテスラモーターズの CEO、 こちらの方からも声明が出てましたよね、イーロン・マスクさんから、もしかしたらこのまんまちょっとね条件が揃えばビットコインの取引を回復するかもしれない、再開するかもしれないってことでした。まあその辺をね、記事を見て皆さんと考えていきたいと思います。こちらの記事です。はい、ジャック・ドーシー CEO、 ビットコインをツイッターのサービスに導入したいということで、追求決算説明会ということで申し上げているということです。ツイッターのビットコイン活用法なんですけども、どんなものがあるんでしょうか。例えばこういうふうに書いてますね。 AI 人工知能分散型合わせ、ビットコインは今後のツイッターに関係する3つの重要なキーワードの1つだと主張しています。ツイッターのサービスにビットコインを導入する考えがあると説明し、この3つを取り入れることは事業に有益であり、それぞれの分野をリードする意向であるとも語っているということなんですよね。で、他にもねこういうふうに書いてますよ。収支報告会では上記したドーシー氏の発言に対して、JP モルガンチェイスのなんとかかんとかっていう方がですね、もう少しビットコインをどのように活用するのか聞きたいと要望。その際ドーシー氏は以前から繰り返し述べているように、インターネットにはネイティブ通貨が必要で、それにはビットコインが一番適しているというふうに言われたということなんですよ。だからツイッターがビットコインをドーンとね導入することによって、インターネットのインタラクティブな世界、 SNS ですとかね、情報発信、情報受信の世界では、このビットコインというものに対して価値の流通、通貨の代替をさせようという意向があるらしいですね。おそらくインターネットをメインで活用されているユーザーも提供者も、会社の CEO も、このネイティブ通貨っていう概念ね、この取引をするときにドルでもない、円でもない、ユーロでもない、このインターネット上のネイティブ通貨ってものの出現を待っていたんではないかと思いますし、まあ、こういうふうにも語られていますよね。ドーシー氏はインターネット上に共通の通貨があれば、単なる通貨という枠組みを超え、ソーシャルメディアをより分散化し、経済的なインセンティブをさらに提供することができるようになると語った。これ本当その通りですよ。そしてこのような考えを持っているのは我々だけではないと話し、米 Facebook 社が開発を主導するステーブルコイン DM、 旧リブラですね。リブラっていうものをまず Facebook が考えていましたけども、それはね DM ってものに今変更してるんですよ。で、こういうふうに DM でも DL でもいいんですけども、ビットコインが、SNS、Twitter、Facebook、Instagram、 こういったものを司る、価値の、ね、流通手段としてネイティブ通貨という立場が取れればいいんじゃないかなってことですよね。で、ドーシー氏は考えは皆同じだが、我々はビットコインに特化すると説明。つまりビットコインがインターネットの世界での主要通貨になるってことですよ。ドルでもなく、円でもなく、ユーロでもなくて、これはなかなかねビットコインの信者、それからファンにとっては心強いニュースじゃないですか。で、ビットコインを導入できればさらにイノベーションが進み、より早いサービスを実現してツイッターユーザーに新しいユースケースを提供できるだろうということですよね。ちなみに DM って書いてますよね。 DM とは2019年6月にリブラという名称でホワイトペーパー、事業計画書なんですけども、が発表された仮想通貨の事業です。まあこれをね今いろいろとこれにくりまして、 DM っていう新しいプロジェクトにしたよってことですよね。Facebook もね真面目に考えてますよね。ビットコイン先日まで300万円を割るんではないかなっていう勢いの下落だったんですけども、ここに来て400万円を上回るんではないかなというふうな逆進を見せております。私もねビットコイン100万円以下でしっかりと抑えた立場としては、このまんま400万500万と上がっていただきたいですし、もしかして今回の記事を本当にね心から信じていくということなら、ビットコインを今買っても遅くないということなのかもしれませんけども、皆さんどのようにお考えでしょうか。はい、ということでね、今回のツイッター社からの発表っていうのは、ツイッター社にとどまらず、Facebook にしても、Instagram にしても、その他 YouTube にしてもですね、あらゆるインターネット上の SNS や情報流通のサービスに関係があるニュースだと思います。インターネット上で何がしかの、価値のやり取り、売買、こういった記録をね、資産の移動の記録をするときに、ビットコインがここにドンと出てくれば、代替通貨を作る必要もないですね。まあ、Facebook の DM ってものは、まあ、いらなくなっちゃうかもしれませんけども、ビットコインがね、このインターネット業界の価値の流通に一役買っていただければ、それこそね、各社のサービスっていうのは恐ろしいことが進むんではないかなと思いますし、
もともとインターネットを中心に活動していた我々の資産というのは自動的に膨らんでいくということでね、ますます活発に活動ができるようになるんじゃないかなと思っております。皆さんはどのようにお考えでしょうか。それでは本日は以上です。